らは伝統文化がその過去 の, その先人たちによってそのずっと脈々とこう歴史が築かれてきたわけですよ。特に主義帝は何百年も、まあ、松永総根で200年ちょっとですから、大体何百年もこう続いてきて、それ以前からあるとすれば300年400年500年あたりまで行くとは言いますけど、まあ、そのあたりまで行ったとしてもやっぱりある伝統として古く残ってきたわけですよ。あなたが彼でする技とあなたの師匠がする技とはね、同じように理屈は同じかもしれない。原点はでも体系から割り出したものにすればね、あなたの技はあなたの先生よりも技は大きいと思いますよ。で、急難もそうだし、私にない魅力を急難は持ってるし、新た上村たちも同じで、逆に彼たちがどんな人だかで僕の真似できないことだってあるわけですよ。だからもちこっち握られたらこう握って、ここ力いっぱい握りますよね。だからこうヒレプリプリしても離さんですよ。だからこの手はこれにコントロールしますから、ね、これこの手これこうです。戦争というのはやっぱりダメですね。当時はいろんな人格者やいろんな立派な芸術家、空手家、陸上競技とかいろんな方々が亡くなってますね。今で言えば重要文化財的な人間が亡くなってますよね。ちょうど戦争終わって食べ物がないけどアメリカの兵隊さんが来ていろんな食料を支援してくれましたね。それから家を材料を提供してくれたり、いろんなお世話になったです。捕虜の中では一番上手いのが人間関係のつながりと思われましてね、舞踊とか枯れてとかね、捕虜された人たちにね、精神ショックを受けた人たちをね、この方々がね、皆さんに見てもらって安らかな心を持ちおられましたしね、これは大変嬉しかったです。だけども昔から沖縄の空手で言われたのは必ず棒術をやりなさいだったんですよ。ちなみに、沖縄の武道で武術で昔から型があるのは棒術と、空手だけです。こう人を見る目、空手ってですね、なんていうんですか、仕事中も自信を持ってですね、決断力、で仕事中これどうしようかですね。長沼先生がもう年取ってからですね、言われたこと一番頭に残ってるのは、玉木君、これ今から空手は世界中に広がっていくんだよということを言ってたことが思い出してですね、生涯ずっと空手ができればもう生きがいですね、最後まで。すぐ教えるっていう、もう生きがいっていうのは空手楽しく、もうこれを目標にしているっていうの、フレンドシップね。